business, Radio Thailand World Service. Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンルンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。2023年の農耕祭が無事に終了しました。タイ政府観光庁はアメージングタイランドカリナリーシティプログラムを立ち上げました。第一四半期の成長率は予想を上回りました。タイ政府観光庁は中東の潜在的な市場へのプロモーションを加速させています。それではまず初めのニュースです。2023年の農耕祭が無事に終了しました。タイの田植えの儀式農耕祭は、農家の心を高揚させ豊作を願い、毎年行われている王室が主催する大切な行事です。今年は5月17日、バンコクのエメラルド寺院で仏教儀式が行われ、その後、王宮前広場でバラモン儀式が行われました。ワチラロンコン国王陛下、スティダ王妃、両陛下が王宮前広場を訪れ、儀式を執り行われました。今年は農業省のプラユン事務次官が、くわ入れの役を担当しました。バラモン教の儀式では、米、トウモロコシ、豆、ごま、酒、水、草を神聖な2頭の牛に捧げ、その牛が何を選ぶかによってその年の作物の出来を占います。牛は草を選び、今年は十分な水の量に恵まれ豊作になるとの結果が出ました。またもう1頭は酒を飲んだことから外国との交易が盛んになり、交通の便が活発になると占われました。この日、ワチラロンコン国王陛下は、タイの農業に貢献し、その活動を認められた農家たちに名誉の盾を贈られました。式典がすべて終わると、会場には多くの見物客や農家が詰めかけ、儀式で使ったもみを拾い集めました。農家はそれを持ち帰り、自分の田んぼに植えると縁起が良いとされています。農耕祭で王宮前広場を訪れた人の中には、遠く地方から来た人もいました。王室の重要な儀式を学ぶために子供と一緒に訪れた人も多くいました。農耕祭が終わるとタイは本格的な田植えの時期を迎えます。次のニュースです。タイ政府観光庁はアメージングタイランドカリナリーシティプログラムを立ち上げました。食通の観光客を取り込みたいとして、タイ政府観光庁は美食観光を支援するアメージングタイランドカリナリーシティプログラムを開始しました。マーケティングコミュニケーション担当のチャタン副長官によりますと、アメージングタイランドカリナリーシティはバイオ循環グリーン経済のコンセプトを生かし、フードツーリズムを促進するために企画されたものです。レストランは調理に使用する原材料から出る廃棄物を管理するシステムを開発し、料理を作る際に食品廃棄物ゼロ、食品ロスゼロを実行することが奨励されています。これらの取り組みは地域社会に配慮し、環境的、社会的責任のある観光の発展を促すものです。このプログラムには主に2つの活動が準備されています。1つ目はフードツーリズム事業者のためのビジネスマッチングです。このビジネスマッチングは今年5月31日から6月2日にかけて、バンコクのクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターで行われ、
36カ所の料理観光事業者が参加する予定です。2つ目の活動は美食に魅了された観光客を対象とした活動です。チェンマイ県、ホンケン県、プーケット県、チャンタブリー県の4県で開催されます。チェンマイ県では5月19日から21日まで、ホンケン県では6月9日から11日まで、プーケット県では6月16日から18日まで、チャンタブリー県では6月23日から25日まで開催される予定です。アメージングタイランドカリナリーシティでは、さまざまな企業による料理の提供、料理ツアー、ファームトゥーテーブルの提供、タイ料理教室によるイベントなどが予定されています。詳細はアメージングタイランドカリナリーシティのフェイスブックをご覧ください。次のニュースです。第一四半期の成長率は予想を上回りました。5月15日にタイ経済の成長率が発表されました。この中でタイ経済は総選挙後の政情不安に備えつつも、観光業の回復により第一四半期に予想を上回る成長を遂げたと報告されました。ここ数ヶ月、中国人観光客が戻ってきたことで、タイの景気の回復は勢いを増しています。国内総生産の 11% から12% を占める観光業が復活していることで、輸出の減少による影響を総括できると期待されています。タイ国家計画局は2023年の国内総生産の成長率を昨年の 2.6% から2.7% から 3.7% と予想を上方修正しました。当局は総選挙後の政治情勢は投資家の信頼を高めるために前向きに保つべきだと指摘しました。国家経済社会開発評議会の統計によりますと、東南アジアで2番目に大きな経済規模を持つタイの第一四半期の国内総生産は前の四半期よりも 1.4% 増え、前の年の同じ時期と比べ 2.7% 増となりました。ロイターの世論調査では、エコノミストはタイの1月から3月期の国内総生産は前年同期比で 2.3% 増、四半期の比較で 1.7% 増と予想していました。タイの政界関係者たちは、野党が大きく躍進した選挙後、翌日の月曜に激しい市場取引が行われることになったが、どのような連立を組み与党が形成されるか明確に示されなかったことがその理由だと指摘しています。複数の経済専門家は、投資家は新政権の誕生とその政策を静観している可能性が高いとの見解を示しました。一方、国家経済社会開発評議会は2023年のタイへの外国人観光客の数を2800万人と上方修正しました。2022年の外国人観光客の数は1115万人で目標を上回っています。コロナ前の2019年は約4000万人の外国人観光客の数を記録し、観光収入は1兆9100億バーツとなりました。また国家経済社会開発評議会は2023年の輸出は 1.6% 減少し、ヘッドラインインフレが 2.5% から 3.5% になるという予測は維持しています。次のニュースです。タイ政府観光庁は中東の潜在的な市場へのプロモーションを加速させています。タイ政府観光庁は中東最大級の観光見本市アラビアントラベルマーケット2023に46人のタイの観光起業家を参加させ、2023年の観光年の強化を図っています。アラブ首長国連邦のドバイで開催されたアラビアントラベルマーケット2023は、世界150カ国以上から旅行業者が参加する世界で3番目に大きな観光イベントです。中東市場の顧客はタイで最も潜在的な市場の一つで、高い消費力を持ち質の高い観光客であり、タイの観光にとって大きな成長の機会となっています。特に健康とウェルネス志向のグループや環境に配慮するサスティナブルトラベルに対し、タイのソフトパワーである5つの F を使い対応する準備が整っています。タイ政府観光庁は、国連の持続可能な17の
開発目標に基づき、経営、経済、社会、文化、環境の4つの側面からタイの観光産業のシェイプアップを図っています。持続可能な観光目標を設定し、真の意味で高い価値と持続性を持つ観光を目指しています。タイブースのオープニングセレモニーでは、駐アブダビタイ大使館のソラユット大使が参加しました。タイブースでは、ホテル事業者32社、ツアーオペレーター10社、観光地3社、トラベルプラットフォーム1社の計46社のタイ観光事業者が商談活動を行い、中東の旅行会社にタイの観光商品とサービスを紹介しました。アメージングニューチャプターのコンセプトのもと、タイの観光地に関する情報、観光活動、さまざまな地域の魅力などを伝えました。観光商品、サービス、主要観光都市、第二の観光都市、自然や文化の魅力を伝える広報媒体は、ビデオと e パンフレットの両方で提供されました。2022年に中東からタイへ渡航した観光客は314,882人で、そのうちサウジアラビアから約10万人、アラブ諸国連邦から6万6000人が訪れました。一般的な外国人観光客に比べ、観光消費額が高く、平均滞在日数も長くなっています。2019年アラブ諸国連邦からの観光客の1日の平均消費額が220ドル、平均滞在日数が 11.14 日でした。タイ政府観光庁は、中東からタイへのフライトの増便など旅のルート拡大も進めています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。2023年の農耕祭が無事に終了しました。タイ政府観光庁は、アメージングタイランドカリナリーシティプログラムを立ち上げました。第一四半期の成長率は予想を上回りました。タイ政府観光庁は、中東の潜在的な市場へのプロモーションを加速させています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さよなら。日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.